PC エンジンミニは1987年に日本電機ホームエレクトロニクスより発売された家庭用テレビゲーム機 PC エンジンの復刻版。同期の NECHE との共同開発元であるハドソンを吸収合併したコナミデジタルエンタテインメントより2020年3月19日に a m a z o n c o j p 先0倍で発売された。日本国外でも 北米市場にてターボグラフィックスマイナス -16 ミニ、欧州にて PC エンジン高グラフィックスミニがリリースされている。1980年代から1990年代にかけて多くのバリエーションが販売されていた PC エンジンシリーズのうち初代機である PC エンジンをさらに小型化して復刻したものである。また、KDE から初めて発売される 家庭用コンピュータゲーム機でもある。開発にはゲームソフトの移植に多数経験のある M2 やテレビゲーム用周辺機器の開発に実績のある堀が関わっている。各国のレーティングはセロ、D、S 部、M、ペギ、12である。原点デザインから約85%に縮小したデザインとなっており、一回り小さいぐらいの大きさとなっている。 Nintendo Classic Mini f a m i l や、メガドライブミニなどとメーカーの復刻系ゲーム機と、同様、原点のハカードや CD ロムは使用できず、かつて発売された PC エンジンのソフト34本が、プリインストールされている。見た目こそ初代機の PC エンジンであるが、収録ソフトは、初代機単体で遊べるタイトルだけにとどまらず、PC エンジンスーパーグラフィックス用ソフトの、 オルディネス、CD-ROM2 用の Ease I2、s スーパー CD-ROM2 用の天外魔境 u i o 2 m a n j i m a r c a d e CD-ROM2 用の銀河不景伝説サファイアなどのタイトルも収録が発表されている。また、本来は初代機の PC エンジンでは起動しないターボグラフィックス -16 用タイトル24本もプリインストールされており、合わせて58本のゲームタイトルが収録される。 なお、PC エンジンとターボグラフィックス -16 の切り替えはソフト選択画面の右下のコマンドにて行う。ランボタンとセレクトボタンを同時に押すことでゲームメニューを出すことができ、ゲームが一時停止する。ここではゲームの進行状況を好きなタイミングでセーブロードできる簡単セーブ機能やソフト選択画面への移動、ゲームのリセットなどを行える。なお、 ここでのリセットは電源再投与を再現しており、当時のソフトリセットは実質できなくなっている。スーパー CD-ROM2 やアーケード CD-ROM2 タイトルでは、セレクトボタンを押しながらソフトを決定することでシステムカードのダウングレード起動を再現できる。また、ハカードのタイトルにも同様のコマンドによって別バージョンが起動するものがいくつか存在するなど、隠し要素も多い。 なお、本校ではこれらの別バージョンのタイトルは収録タイトル数には数えない。ゲーム画面のサイズは5種類から選べる。基本となるスタンダードに加え、スタンダードの比率のまま画面全体にフィットさせたスタンダード拡大、減点の比率に忠実なピクセルパーフェクト画面全体に比率を引き伸ばした Vista のほか PC エンジン GT のフレームと TFTA 希少を 疑似的に再現する GT モードがある。また、ブラウン管モニターの見え方を疑似的に再現した CRT フィルターを加えることもできる。原点当時に同梱された PC エンジンパッドをサイズはそのままに接続端子を USB 仕様としたパッドが一つ付属するほか、ターボパッド 4PC エンジンミニと呼ばれる連射機能付きパッドが別売で単体購入できる。また、 PC エンジンシリーズには一つしかなかった、パッド接続口は2箇所に増設されているため、当時とは異なり3人以上でのプレイに限って、専用のマルチタップが必要となる。映像、音声出力用に HDMI 端子が用意されており、現代のディスプレイやデジタルテレビにも接続できる。電源入力端子はマイクロ BUSB 端子である。AC アダプタは付属しないため、 USB の A コネクタに電源供給できる AC アダプタが別途必要となる。日本版 PC エンジンミニに収録される PC エンジンとターボグラフィックス -16 を合わせた全タイトルを記す。PC エンジンタイトル当時日本向けに発売された PC エンジン版タイトルを基本的にそのまま収録しており、ゲーム内の言語は 全ての本体共通で日本語となっている。ターボグラフィックスマイナス -16 タイトル当時、北米向けに発売されたターボグラフィックスマイナス -16 版タイトル。ゲーム内の表示言語、音声が英語になっているのをはじめ、当時日本向けに発売された PC エンジン版タイトルとは一部ゲーム内容に差異がある。また、以下24本中5本が PC エンジン版と、 ターボグラフィックスマイナス -16 番の同時収録となっているが、当該のタイトルは微考欄に記し、太字表記としない。以下の24タイトルは日本向けの PC エンジンミニを含めすべての本体で遊ぶことができる。北米、欧州のターボグラフィックスマイナス -16 ミニや PC エンジン高グラフィックスミニでは日本版収録タイトルのうち、 天外魔教2万字丸と、ときめきメモリアルが未収録となっているが、代わりに PC エンジンタイトル、サラマンヘビが収録される。また、PC エンジン版、スプラッターハウスがターボグラフィックスマイナス -16 番、スプラッターハウスに差し替えられている。なお、ときめきメモリアルゲーム内ミニゲームの、宝石跡、とツインビーリターンズのみ、隠し要素として、サラマンヘビより、 単体で起動できる。以下、日本、北米、欧州における製品の外見や機能、収録タイトルの違いなどを記す。なお、北米版と欧州版には収録タイトルの違いはない。ありがとうございます。